ございます。足立区東部障害福祉総合センターインストウェアブにおいでの方は新宮南町でお降りください。草加警察から詐欺被害防止のお知らせです。医療費や税金の受け取りは ATM ではできません。あなたの情報が漏れていますは詐欺の手口です。警察官や金融機関は自宅に受け取りに行きません。詐欺被害に注意しましょう。次はテキヤ、テキヤでございます。バスが動いているときには危ないですから席を立たないようご注意ください。東武バスではご乗車になるバスの位置が現在どの停留所まで来ているかをスマートフォンなどで確認することができます。詳しくは東武バスのホームページをご覧になるか最寄りの営業所へお問い合わせください。次は氷川神社前、氷川神社前でございます。お客様にお願いいたします。混雑しましたが優先席付近では携帯電話の電源をお切りください。それ以外の場所ではマナーボードに設定の上通話はお控えください。ご協力をお願いいたします。停止券は乗車停留所の証明となりますので停止券の方もお取りください。次は武士塚、武士塚でございます。お客様にご案内いたします。 IC カードは入金することで繰り返しご利用いただけるカードで駅またはバス営業所で発売しております。なお東武バスの金額式 IC 定期券は各営業所にて発売しております。どうぞご利用ください。次は神明橋、神明橋でございます。内科外科整形外科皮膚科の福祉クリニックは当停留所下車匠橋向こうでございます。発車します。手すりまたはついかわにおつかまりください。次は神明南町、神明南町、足立区東部障害福祉総合センターイーストウェーブにお越しの方はこちらでお降りください。バスが動いているとき、お席を立ったり車内を歩いたりすると転んで思わぬ怪我をするなど大変危ないのでお寄せください。次は北加計、北加計でございます。事故防止のため、やむを得ず急停車することがございますので、お立ちの方は手すりにおつかまりください。次は、家計2丁目、家計2丁目でございます。四つ葉眼科は、年長を北綾瀬四つ葉眼科と改め、大谷田4丁目7番地13号に新規開院いたしました。皆様のご来院お待ちしております。次は加計橋、加計橋でございます。整理券をお持ちのお客様にお願いいたします。整理券を紛失したり破ったり折り曲げたりしますと始発よりの運賃をいただくことがありますのでご注意願います。毎度ご乗車ありがとうございます。ただいま東武バスではテロ対策特別警戒中です。不審物など見かけましたら乗務員までお知らせください。皆様のご協力をお願いします。次は綾瀬7丁目、綾瀬7丁目、プリントバッグ足立工場入り口、クリアホルダーが反応機で安い3000枚で1枚あたり 17.8 円、お問い合わせは03-3821-2151 へ。お客様にお願いいたします。混雑した車内優先席付近では携帯電話の電源をお切りください。それ以外の場所ではマナーボードに設定の上通話はお控えください。ご協力をお願いいたします。停止券は乗車停留所の証明となりますので
定期券の方もお取りください。バスが止まるまでは席を立ったり手すりやつり革から手を離さないようご注意ください。なお降りの際はお忘れ物ございませんようご注意願います。次は綾瀬6丁目でございます。お客様にお知らせいたします。 IC カードで割引運賃適用の場合、複数人でご利用の場合、深夜バスを従来の紙製定期券と併用してご利用の場合は IC カードをタッチする前に乗務員へお申し出ください。次は綾瀬5丁目でございます。白内障手術、緑内障、加齢黄斑形成治療の四つ葉眼科は中川小学校そばにございます。次、止まります。降りの際はバスが停留所に着いて扉が開いてから席をお立ち願います。お待たせいたしました。次は終点綾瀬駅でございます。お客様にお願いいたします。運賃のお支払いはお降りの際運賃表示器をご確認の上運賃箱へお支払いください。小銭をご用意のないお客様は両替をして運賃箱にお支払いください。どなた様もお忘れ物のないようご注意願います。東武バスではパスもスイカでご利用いただける金額式 IC 定期券を各営業所で発売しております。ご利用方法などについては東武バスホームページをご覧ください。本日は東武バスをご利用くださいましてありがとうございました。